日々体を鍛え最高のパフォーマンスを追い求めるアスリートたち。この企画はそんなアスリートたちを支える食に着目し、簡単に作れて体に優しい、なおかつ美味しい料理を紹介。今回のアスリート飯を教えていただくのは、前回に引き続きアスリートフードマイスター1級や野菜ソムリエなど食に関するさまざまな資格を持っている奥田幸子さんです。そんな奥田さんは自身の料理教室、体に優しい料理教室コルサを開催する傍ら、2児の母として子育てに奮闘中。またアスリートフードマイスターとしては、これまでに少年野球や陸上長距離、トライアスロンなどの選手やチームの食事をサポートしてきました。さらには現役市民ランナーで、フルマラソンの自己ベストが3時間10分16秒という、自身もトップアスリート並みの実力を持っているすんごい人なんです。前回はご覧の3品を紹介していただきました。さあ今回はどんな料理を教えていただけるのでしょうか。免疫力アップするお料理と、はい、それから筋力をアップするお料理、はいはい、それから、故障を、ね、防ぐお料理、3つをご紹介したいと思います。なるほど。ということで今回も部活やスポーツをされておられる方などにぴったりのメニューを紹介してもらいます。どれも本当に簡単にできちゃうメニューばかりですので必見ですよ。怪我の故障を予防するメニューです。はい、まず一品目はピーマンと煮干しのおかか炒め。カルシウムとタンパク質が豊富な煮干しとピーマンをさっと炒めてできちゃう怪我の予防に効果のあるメニューです。はい、これ切り方としては、はい、じゃあ縦にね切ってもらうのがいいので、はい、縦こうです。はい、そうです。こうですか。はい、はいはい、ピーマンの効果としては、はい、どういった効果があるんですか。ピーマンはですね、はい、野菜の中で、ビタミン C の量がもうトップ。怪我を、防ぐのにビタミン C をしっかり摂取するっていうのがポイントになるんです。筋肉の中に、コラーゲンっていうものが存在してるんですけど、はいはい、コラーゲンを作るのを助けてくれるのがビタミン C ですから、しっかり筋肉の中にコラーゲンがあることによって怪我をしにくいような体作りができる。先生、はい、僕もね短距離走をやってるんですけど、怪我が多くて、はいはい、こういうやっぱ食事のところから改善していけば、そうですね、はい、だいぶ予防できますか。そうですね。で、まあ、ビタミン C だけじゃなくて、はい、タンパク質もですね、はい、しっかり取っていった方がいいので、はい、タンパク質が豊富な煮干しと一緒に合わせていくっていうお料理ですね。ピーマンを切り終えたらフライパンを温めてオリーブオイルを一回し、ピーマンと煮干しを中火でさっと炒めて火を止めてから、鰹節と醤油を少々入れます。はい、で醤油をちょっとだけ回しかけます、はい、煮干しに塩分があるのでそんなにたくさんじゃなくてもいいです。はいはい、そんなもんですね。はい、で軽く炒めて、はい、で軽く混ぜてもらったらもうさらに、はい、移し替えてください、はい、もうこれで完成ですか。はい、ピーマンの、ね、ビタミン C を飛ばさないためにあんまり火を通しすぎない方がいいです。すごい。先生、次のメニューは何を作りましょうか。はい、人参ドレッシングです。人参ドレッシング、はい、2品目はサラダやお肉料理の薬味などいろいろな料理に使い回せる人参ドレッシング。人参のカロチン、ビタミン C が免疫力を高めてくれて、体調を崩しやすいこの季節にぴったりのメニューです。どうすればいいんですか。はい、まあ、まず人参すりおろしてください。これをすりおろす、はい、あ、これ前回も言うてましたけど、はい、また皮はね、皮ごと、これ皮とこの間に栄養があるというのを、はい、はい、そうです。はい、じゃこれをすっていくと、はい、すり方はもうこうあるんですね。はい、もう半文字指、はい、こう人参のね効果っていうのは、はい、どういった感じなんですか。はい、人参はベータカロチンと、ビタミン C が豊富なので、はい、非常にこう免疫力がね高まる栄養素がギュッと詰まってますね。ビタミン C はね、あの熱に弱いので、はい、できればこう時にはこう生でドレッシングで食べてもらうのが効果的です。あ、そういう効果あるんですね。はい、生で食べた方がいいからドレッシングとかにすれば食べれるよと。はい、そうです、そうです。すりおろした人参にオリーブオイルを大さじ2杯とお酢を大さじ1杯入れて混ぜていきます。はい、これで完成ですか。これで完成ですね。
市販のドレッシングは結構いろんな添加物が入ってて、はい、サラダ食べてるのかドレッシング食べてるのかこう分かんなくなっちゃう時ありませんか、はい、はいはいはい、はいね、これをほんとしっかり人参の味も味わえるし、サラダの上にかける以外にも焼いたお肉の上にちょっと乗せたりしても美味しいです。おろしとかありますけど、はい、大根のね、あ、はいはいはい、人参のおろしみたいな、はい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 、これいいね、いいね、本当に、うん、タイ口になっちゃいました、すいません、なんで何のキャラ急に。あっという間に2品目のドレッシングが完成。さあ最後の3品目はどのような料理なのでしょう。筋力アップメニューです。筋力アップメニュー。最後の3品目は筋力アップに欠かせないタンパク質が豊富に含まれている木綿豆腐、納豆、ちりめんじゃこ、かつお節、卵などの食材を使って簡単にできちゃう豆腐丼です。でこれ豆腐っていうのはこれは木綿ですよね。はい、今日は木綿豆腐を使っていきます。これ絹ごしじゃない理由とかあるんですか。木綿豆腐の方が水分がない分ぎゅーっと栄養が凝縮されていて、タンパク質量、鉄分、カルシウムの量が非常にたくさん入ってるんです。まずは栄養素が凝縮され食べ応えもある木綿豆腐をご飯の代わりに丼に入れます。続いて栄養の王様と言われている納豆を付属のタレと一緒に混ぜ豆腐の上に乗せます。納豆には細胞の成長や再生を促すビタミン B 群や腸内環境を整える食物繊維、骨の健康に不可欠なカルシウムなど様々な栄養素がバランスよく含まれています。続いてはちりめんじゃこ。これちりめんじゃこといえばカルシウムということで、カルシウムもタンパク質も鉄分もマグネシウムもいろんなものが取れます。無敵や、うん、無敵ですやんか。ちりめんじゃこ上に乗せたんですか。だからね、こういろんなところにこうちょっとずつあると綺麗かなと思うので、はい、ちょっと違う、うん、怒らないでください、うん、ちょっとここの辺にピュッとこう入れてください。はい、はい、これを手でいきます。もういいですよ、あの好きにバーってやってもらってもね、うん、いいんですか、うん、いいんですが今日はちょっと綺麗に、はい、あそうですね、うん、じゃあこんな感じ、あそう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 、こんな感じですね、はいはい、仲良くやりましょう、その後も同じ要領でキムチ、かつお節、白ごま、海苔を乗せていき、最後に生卵を丼の中央に落とします。はい、これで卵が乗りました。乗りました、はい、はい、これで完成ですか。であとは、ね、味付けですね。軽く醤油をシュッとこうかけてもらって、はい、味付け醤油も結構ね、もうキムチとかが乗ってて、あとちりめんじゃこの塩気でも食べれるので、もう塩も醤油もちょっとでいいです。ちょっとで、はい、仕上げにアマニオイルをかけます。別名アスリートオイルと呼ばれているアマニオイルは怪我の炎症や筋肉痛の軽減のほか、血流が良くなり筋肉の動きが良くなったりするなど、運動をする方にはうってつけのオイルなんです。はい、完成しました、はい、先生びっくりするはやくですね、はい、じゃあちょっと人参のドレッシングを食べさせていただきます、はい、これは贅沢ですよ、人参丸々。じゃあ先生いただきます。人参食べていい。人参食べた。人参よげてたやん。私すごけてね。うん、うまっ。これみんな好きでしょ。人参を丸ごとガッて食べてるんではなくて、感じしないですよね。しっかりなんか甘さがあって、はい、でサラダを食べたらよりまた美味しくなって、あ、これめっちゃいいですね。はい、するだけですよ、はい。次は怪我の予防に効果のあるピーマンと煮干しのおかか炒めをいただきます。しっかり煮干しの香りがめちゃくちゃします。うん、歯応えある。あ、めちゃくちゃ美味しいです。煮干し単体だったらちょっと苦味あるじゃないですか、うんうんうん、これピーマンとほんで鰹節がね、わかりますわ。なんかね、マイルドになってめっちゃ食べやすいですね、うん、めちゃくちゃ美味しいです。じゃあ早速メインのあの丼ぶりを、これも先生混ぜるんですか。もうぐしゃーっと混ぜて、もうぐしゃーっと混ぜて、はいはい、これ混ぜた時のこのパンチ力、これは美味しい、うまそう、これいいですね。じゃあ、はい、いただきます、はい、混ざりました。うますぎますわ。
うますぎる。納豆とキムチ、これだって合わないわけないですよね。納豆もこれキムチと混ぜることによって卵も混ざってるんで、うんうん、すごく全部あのまろやかになって食べれるんですよね、はい、子供さんでも自分で作れるからね。あ、ほんまですよ、はい、もうあんたその辺でこれ置いてるから ちょっとこれ食べといてほんまですね、はい、今日はもう本当に簡単に美味しくできる料理を教えていただいてありがとうございました、はい、これは本当に僕でも簡単にできるということをもう教えていただいたんで、明日から僕やりたいと思います。本当に今日は ありがとうございました、はい、ありがとうございます。それではごちそうさまスリータ。